何お前手突っ込んでんださっきからや。おはようございます。あのですね、違う企画で実はドッキリを仕掛けようということで前撮りを撮ってたんですよ。ただですね、先輩が来ませんということで、もう一個ドッキリ仕掛けちゃおうかなと思いまして、遅刻ブチギレドッキリやっていきたいと思います。それではちょっとまだ鬼天コール行ってみますか。何コール出ると思います？寝てる。寝てたらもう10出ないんじゃない？出ないかな。ちょっとかけてみますね。マジで出ないかもしんない。明るくなってきてるぞ。あ、もしもし。お疲れ様で、おはようございます。先輩。おはようございます。先輩、撮影です。何時？集合時間30分経ってます。やばい。普通に電話しました。どのぐらい、ね、ダッシュでどのぐらいかな。ダッシュで多分ね、15、20分ぐらいだと思う。わかりました。じゃあちょっと待ってます。すいません、急いで向かいます。はい。ダッシュで今起きて、ダッシュで意外に15分って早くね。ダッシュでどのぐらい、今起きた人がダッシュでどのぐらいで来れますかって15分か20分で。でも今多すぎでブチまでスタンバイしてくれてるわけですよ。俺前めっちゃほらみたいな感じで言ったんだけどさ、笑っちゃいそうなんだけど、多すぎ声は無駄が。いや、それ俺も笑っちゃうわ。ブチいけるかな。全然怒らないやつが怒る方がさ、やっぱさリアルあるじゃん。あ、分かった。じゃあ俺がマジで何かやってんだよみたいな感じでやったところで、ブチと多すぎ止めに入るんだけど、ブチがそこで止めた後にそれはしょうがないみたいな感じで詰めてって、どんどんで、ブチがこれ。いや、多すぎはうまくカメラで回しといてもらっていい？バレないように。バレないよ。じゃあちょっと待ってみたいと思います。じゃあ多すぎはもうちょっと隠れて、1個カメラセットしたからちょっと遠目からズームで抜いてもらっていい？あ、じゃあネタバラシでの時、ブチが行った時に胸ぐら掴んで、あはぁーって声を荒げた瞬間に多すぎさんがこう来て、待てブチの荒げた時にゴムでちょっと練習しようよ。はい、ブチだったじゃん。はい、違うじゃん。はい、ブスだったじゃん。違うじゃん。涙は全然出てないから。こういうことだよ。こういうことだよ。チャンネルじゃん。チャンネルじゃん。いやでも許すわ、そんなの。いやマジでこれこの通りになるから、本当にリアルなリハーサルやっとく。じゃあここに連れ込んで、多分この辺に座ると思うんで、こっちに引っ張り出すみたいな感じ。じゃあ先輩がこう降りてきました。先生や。で、俺がこの辺で、で、今ちゃ多分近藤さんここに今画像で入ってるんですけど、で、まあ、アーダコーダ言った後に、いや、てかさ、マジでさ、いい加減にしろよ。で、こう連れてくるでしょ。いや、マジでさ、ほんとさ、何回やってんだよ、ほら。おい。いや、来いよ。ちょい。あ？で、こういうことだよね。いやいやいや、しょうがねえじゃん、だって。いや、暴力は良くない、暴力は。え、何回やってると思ってんだよ、こっちは。こっちやっておかしいよ。で、こう、先輩が言うと。はい。はい、先生。絶対嘘なき入ってくるから。え、でも、こっから声を荒げる感じで。そう。大将、ダメだけど。しょうがねえ、これは。今めちゃくちゃやから、もうびっくりしちゃったよ。ブチがこんなにさ、荒げるってないからさ、先輩ビビるんじゃない、マジで。あっち見てたからね。ブチを。
いや、来たぞ。来た。いや、来たぞ。来た。ちょ、多すぎ。ちょっとスタンバイ、スタンバイ、スタンバイ。早く。あ、じゃあちょっとさ、もう時間ないからさ、あ、じゃあちょっとさ、もう時間ないからさ、マイクだけ一回ちょっとセットしちゃうのかな。じゃあちょっとスパイク履いてもらっちゃうかも。早速。じゃあスパイクどうしても持ってきちゃった方がいいかな。うん、オッケー。ちょっと多すぎ、多分今日来れなくなったからさ、まあ、とりあえず今日3人でって感じ。ああ、そう、うん、なんかちょっと体調悪いらしいんだよね。誰が多すぎ、え、何や、なんで遅れたの。いや、普通にごめん、寝ちゃってるというかいや、ブチとかも結構さ、今早く来て、なんかそう、一応さ、あれなんだけどさ、でもこれ多分、今日撮るはずの1本がさ、撮れなくなっちゃったんだよね。早めに上がるっていう感じだったから。あ、そっか、申し訳ない。そうだね、事務所で撮影しててのサイクルでなんか変になっちゃったかもしれないけど、ちょっと切れなかったっけ。いや、なんか前もさあったからさ、自己管理は頼むわ。はい、まあね、起きれないやまあさ、編集とかってさ、まあしょうがねえけど、うん、結構ね、編集とかも遅くなるじゃんね。実写のやつの編集が時間かかっちゃって、うん、いやでもちょっと何時にいたの結局。ちょっと夜更かししちゃったんで、何時くらいかな、10時から10時半ぐらいの間で、10時から10時半ぐらいの間で。いや、まあでもそれしょうがねえけど、ね、ブチも来てくれてるしさ、申し訳ない。ブチ何時まで寝たの。ブチ、あ、ブチは何時に寝たの。2時です。2時、夜更かししたな。それでさ来てさ、まあじゃあ速攻撮影すればいいんだけどさ、そういうわけにもいかないわけじゃん。これでさ来てさ、まあじゃあ速攻撮影すればいいんだけどさ、そういうわけにもいかないわけじゃん。もういや、1本撮れる数減っちゃってるから。そうだからもうマジで早くしないといけないんだけどさ。いや、申し訳ない。いや、俺にじゃなくてやっぱさ、武士に謝んないと。そこはごめん。でも謝ったってさ、戻ってこないわけやっぱ。え、どうすんの。いや、もう早く準備して撮るしかないから。いや、マジで、いや、もう準備しようぜ。もう時間のマジで無駄、うん、何お前手突っ込んでんだ、さっきからや、お前。いや、ちょっと待って、破れるかもしれない。何お前手突っ込んでんだ、さっきからや、お前。いや、ちょっと待って、破れるかもしれない。破れるかもしんないんじゃないんだよ。暴力良くない、暴力良くない。破れるかもしんないんじゃないんだよ。暴力良くない、暴力良くない。すいませんでした。いや、お前待たされてんだぞ、お前。うん。これはね、でも先輩が悪いよ。ああ。さっきんな、マジで。わしこの一本で終わりやぞ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 。あ、おすぎさん、お疲れ様です。なんか言いたいことあった。なんつってた。いや、ほんわしこの一本で終わりやぞ。わしこの一本で終わりやぞ。本当になんて言ってるかから。こういうことなかったんだよ。わしなんとかーってからのさ、行き過ぎた足こんななわしなんとかーってからのさ、行き過ぎた足こんななあの、そうだよ、ドッキリです。すいませんでした。キャラやボール切ることねえぞ今日。わしこの一本で終わりやぞ。どうだった。びっくりしちゃってさ、俺つまずいちゃったもん俺も。いや、リアルだね。リアルだわ。ブチコ、クランクアップです。お疲れ様でした。お酢はちょっと遠目から抜いてもらってました。体調は全く異常ないです。それはよかった。ありがとうな。
遅刻した、すいませんでした。また会おう。くまーくまーすいません。僕の存在が君にとってこれからも居場所でありますように。大したことはできないけど目いっぱいに膨れ上がった。